脇向きからね、抜けてきて、こっちの方に入って合流してくる車も多いのかなと思ってましたけど、脇道になるところも全滅してるんで、入ってくる車、ここまでこたどり着ける車もいないんでしょうね。本当に全然道は空いてますね。でもさっきの高速情報だったら、東海北陸自動車道をストンと行くよりも、365を使って、国道365号線ね、365号線を使って、北陸自動車道で抜けた方のが、早かったりするかな。で、そして変わらんよな。っていうか、多分そっちの方が時間はかかるよな。うん、で、365下手すりゃ、通行止めの可能性あるもんな。あんだけ降ってたら。あと365で行くんだったら別に高速に乗らずに、さっきの亀山のところからほぼちょっと行ったところにね、365の支店がありますから、そこから別に365でずっと下道で行ったって、この時間なら、ね、差して変わりませんからね。あっていうのは最短距離になりますかね、365経由の場合。こっちもだいぶ山側走ってますけど、あっちの方は完全にもう山の中のもう突っ切る形なんで。じゃあいいっす。行きましょう、このまま。長島からだな。うん。やとみまで出る手もある。やとみから西尾張中、西尾張は、カニエインターか。そこまで行くんだったらもうあれですからね。いや、だったらもう長島の方から、サッターの方からね、抜けちまった方のが。もうこの時間なら、うん、あそこのね、基礎三線のね、橋のあたりでね、混むかなどうかなっていうところが懸念になりますけど、もうこの時間ではそこはさすがに混まないですからね。うん、こういうような状況になってるとしても、さすがに夜中すぎます。うん。だから当初からこれに行くんだったら、四日市から素直に行ってしまったら全然余裕だったけど、まあでも、余裕だったって言っても、2時間早く着いたら朝の4時とかですからね、さすがにちょっとね、逆に着く時間としては、うん。朝6時でも結構いいんだからな。それがもうちょっと休んで、うん。そっちの新道線じゃなくて、あの反対側、南側の方にあるターミナル駅の方に、朝一から行ってみるっていう手もありますけどね。まあ、こっちの、また降り始めたね。うん。今度は、いかがつくとめ。いいよ。このトラックかなりいいペースメーカーだな。車間距離開けて、このトラックペースで行くから。良さそうだわ。入ってくる感じとか、それまででね、結構あるんですよね。ちょっと、あ、この方、ビフってな感じかなって。長いこと乗ってる人だとちょっとわかると思いますけど、うん、やんちゃった感じでも、なんか、あ、うまいタイプだと結構無謀に行くタイプもね、あるんですけど、多分ね、前のトラックは。比較的安定感ありそうですね。ちなみに、だから、カーリアホームとか行けないのかな。まあ、伊勢湾岸もダメらしいですからね。そうか、伊勢湾岸排除になったのかな。そういや、通行止め情報で上がってないですもんね。まあ、攻撃いろいろあるから、情報の責任じゃないのかもしれませんけど。でもこっち側から北方面だったら、友のインター乗せるぐらいだったら、伊勢湾岸通行止め情報があるんだったら、来た方がいいですもんね。あっちが乗ってきてないってことは、あっち大丈夫なのかな。うん。まあ、とはいえ、今回は全然そっちの方は、ビッグルーズではないですからね。決まった。もう完全に中国地方行くつもりでいたからね。
北陸地方のことなんて何も調べてねえんだよな。よな。この天気だからさ、海産物もダメだろうしね、湿っちゃってて、漁船出ないですからね。あっちの方行くんだったら、どこでだったら海産物が食べたいっていうのはあったんですけど、さすがにちょっと、よう出航しないでしょうから、漁船もね、そっちは期待できないんだよな、今回。うん。セワンガーも復活してそうだな、ダイソー、もしかしたら突き込んでるかもしれんね。どうだろう。難民部隊が、あ、まあ、そこで、それほどでもないね。というか、乗用車側のことが続いてますね。この先でも出てるけど、あー、そうですね。両方は、今後の亀山西ジャンクションにしか出てないですね。そうだ。ってことは、伊勢湾岸は、50キロ制限とかで、通行止め解除になってるというふうな、見立てをしておりますけど、どうでしょう。ジャンクションのところで、さすがにここまで来たらね、そっちの方が通行止めだったら、全体出てますからね。出てるけど、伊勢湾岸ルートの方がだいぶかかるような感じになってますけど、ってことはかなり、制限速度を強めで一応解除になったんでしょうね。という見方ができるわけですね。そう。本物がダメで、東海までは50キロ規制ですね。うん。風で50キロ規制、こっちはみんな50キロ規制ってことなんで。向こうが普段は110キロ規制とかになってるっていうことを考えるとね、かなりこっちの方が、普段がね、80キロ制限と60キロ制限とかっていうところだったりするんで、必然的にね、良くなりますってことですね。まあただ、今回、うちのところは、もう元々一宮までを一般道でショートカットする形なんで、一番角度にね、入る、メリットは全くなしということですね。